皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。タイトルは公立高校入試間近、健康にも気をつけると、こういうタイトルでお話しします。静岡県の公立高校入試までもう1ヶ月を切っています。そんな中でですね、新型コロナとかインフルエンザの患者数が増加してるんですね。地域的に見ると西部が一番多くて、次に東部、中部の順番になってるんですけど、もっと注目したいのは年代なんですよ、ね、年齢別見ると新型コロナ、この感染者の割合が0から19歳未満、18歳以下ですから高校生以下って考えていいですね。この割合 48%、 ほぼ半分ね、コロナにかかっている人の半分が高校生以下の年代なんですね。インフルエンザはもっとすごくて、0から19歳高校生以下の割合がなんと 82% です。インフルエンザにかかっている人が10人いたとしたら8人が高校生以下、こういう割合なんですね。つまり若い世代の感染者が今多い、こういう状況なんです。ですから高校受験を控えている皆さん、健康に気をつけましょう。マスクや手洗いと十分な睡眠、こういうものをしっかりとってですね、勉強も大切ですけど、自分自身の健康、これに気をつけてください、ね、本番でしっかり実力を出すためにやっぱり、ね、健康が大切です。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。